2018年耐久デスマッチ決定戦だ。今回は全車アペックスのイオン系を装着。またブリヂストンの協力によりエントリーカーは全てニュータイヤに交換、全車ノーマルの性能をフルに発揮する OEM タイヤとした。さあアタックラップに入った。このタイムがバトルのリタイア基準タイムに設定される。早いな、快適。すんげえ快適。あ、おと、ブレーキが効かない。どうする土屋。二速に入れエンブレで緊急回避。冗談だろう。おと、ガンさんも危ない。よせよ刑事、あいつの道だな。コースアウトしちゃったよ。ブレーキを踏んだ瞬間カツンともうそこで止まっちゃって、ブレーキも効かない状態で、これはやばいなって、もう生命の危機を感じたので、ちょっと二速ギアにいきなりぶち込んで回しちゃったと。何をやってももうブレーキが効かない状態でしたね。ということで、以上終了です。グリッドは筑波のタイムで決定。ポールはランサー RS。 暑くなったんでね、前回より3秒ぐらいちょっとラップタイム落ちてますけども、でもまあ一番ハイタイム出しちゃったんで、まあ、この後ちょっときつくなりそうなんですけど、まあ、イオンとかよりもね、ちょっとタイヤが心配ですね。タイヤが落ちるのがちょっと心配なんで、まあ、そんなに気をつけて頑張ってます。 NSX S0 はガンさん。久しぶりの NSX で、 S0 はね、多分予測は性能落ちるってことはないと思うんだよね。だからそれだけにドライビングミスは逆に許されないで、ブレーキもエンジンもまあ大丈夫でしょう。タイヤもね、ちょっとオーバーステアが強いんで、リアのタイヤが足りなければ、まあこの条件下でいけると思います。筑波では大健闘、ディスコではどうか。FD3S の RX7 です。今あのタイマーアタックした感じですと、足回りは非常にいいんですけども、ちょっと、水温が上がるのとブレーキが少しフェード気味なんで、それにちょっと温存をしながら、なおかつ、早く進みます。頑張ります。世界の耐久王ポルシェ。ポルシェ996なんですけども、今ちょっとタイムアタックしてみたんですが、なんせやっぱさすがアウトバーン仕込みといいますか、200キロが当たり前で作ってある車というか、すごくねストレートで250ぐらい出るんですけども、安定してるんですよね。まあ、スタートはねクラッチがちょっと弱いんで、あまり無理できないんですけども、その後の7周のバトルは、見ものだと思います。初代耐久王のインテアール。さすがにストレートはねパワー不足ですけども、ブレーキはすごくよく効きますし、操縦性も完璧ですから、まあ、前回耐久王のですね、2連覇の感触十分というかですね。シビック R はコボちゃん。今年の N タイで僕がパルサー乗ってるんですけども、その最大のライバルがこのシビックです。でエンジンがですね、圧倒的にいいんだろうと思ってましたら、意外とそうでもなくて、いいのはやっぱ操縦性ですね。タイムも安定して出せるのはその辺の操縦性の良さが効いてると思います。最後尾になぜかドリドリ。急遽ブレーキトラブルを起こしたフェラーリに代わりましてですね、このランサーエボ5、まあ、中にあるのは競技用に使う100キロ軽いやつですね。これはですね、まあ、一般の皆さんが手に入れる、入れやすい車 GSR。 第2回耐久王はどの車か、バトルスタート。土屋 GSR いいスタートを切った。ガンさん NSX 前に出る。ストレートはやられちゃったよ。1コーナーは NSX だ。ブレーキいいね、ポル
し邪魔だ。土屋ランサー3番手に浮上。ランサーってすごいねやっぱりねえ。ちょっと水温がねこれ高いんですよ。ちょっとブレーキが抜け気味なんで、少しちょっといたわりながら行かないと。トップ2台はまさに一騎打ち。土屋ランサーも追い上げてくる。100R の走りがタイヤをいたわるキーポイントだ。ちょっと当たっちゃいました。中谷ランサーがブレーキングで差を詰める。しかし立ち上がりはコーナリングスピードを生かした NSX が速い。ガンさん 300R をほとんど踏みっぱなし。さすがにね、排気量で負けるだけでね、でコーナーでは勝ってるんだけどブレーキも勝ってるんだけど直線は辛いやね。 B コーナーを抜けるとこの先は上りの最終コーナー、パワー勝負だ。この間のハッチャンの時より速い NSX。 ああ踏み切りでいけてるよ。ガンさん NSX はリアタイヤが垂れる前に引き離しておきたい。ストレートは勝たないからな。この間も油温が120度をちょっと超えました。ストレートランサーに追いつくかな。ストレートは空気抵抗がものを言うだけに NSX が速い。2ラップ目に突入だ。ちょっとね加速しなくなっちゃいましたね。なんかフェールセーブが働いちゃったのか。セブンにトラブル発生か。しかし他の車は問題なし。ガンさんはオーバーステアを全く出さない完璧なドライビングで後ろを離しにかかる。中谷ランサーとガンさん NSX の差は1秒。この差はどうなっていくのか。後ろがね少し柔らかいんですよ。でロールが結構してロールオーバーっぽい動きになってしまいます。うわ全然加速しなくなっちゃった。セブンがどうやらパワーダウンしたようです。タイプ R 兄弟は順調そのもの。 ABS 聞きっぱなしです。ああ115度かい。上がってきたな。ちょっとエアコンつけようか。エアコンねえんだ、ヒーターだ。土屋ランサーが差を詰めてきた。ポルシェ 100R はねやっぱ RR なんでちょっと動きがシビアです。アクセルコントロールにすごく敏感にリアが反応します。コーナーはさ100キロ重い方がバランスの取れてるかもしんない。ほらコーナーなんか全然追いついてっちゃうよ。ただ上りで離されるけどね、立ち上がりとか。100キロ重い方が普段乗るにはバランスがいいよ。この辺のね 100R がなんとも気持ちいい。ただし4速に入れるとちょっとギアが離れてるんで辛いけどね。 B コーナーでトップ3台が接近。どうするガンさん。ほら追いついちゃう。逃げる NSX。 追うのは2台のランエボ5だ。あここがここがどうしようもない。ポルシェはどうですか原さん。今230ぐらい出てますけどもうこんな感じですごいストレート動かなくないです。安心して進めます。ブレーキも全然フェードしない。
と車を壊してしまうんで、とりあえずピットに入ります。とりあえずかなりのパワーダウンをしています。オーバーヒートでセブンリタイア。水温がね125度、油温が130度ぐらい上がって、もうエンジンが全然吹けなく、多分ターボが効いてない、ブーストが落としちゃったと思うんですが、100馬力ぐらい落ちちゃったような感じになっちゃいまして、もう全然加速しないんで、とりあえず、ピットに入ってきました。ここまでのファステストラップは NSX、 トップ3台は51秒台だ。中谷ランサー 100R でも差が詰まらない。対するガンサン NSX、コース幅をうまく使って綺麗に立ち上がる。土屋ランサーも2番手のタイム、中谷 RS を追い上げてきた。回るためには車はどう動けばいいかっていうのをね、この GSR 君は知ってますよ。土屋さんにガンガン来られてるねと言いながらも、 B コーナーのブレーキングでトップとの差を一気に詰める。はい、ご覧の通り。タイヤを痛めないようにな。そろそろ NSX はリアの内圧が上がってなってきたんじゃないでしょうか。そうかな。相手は百戦錬磨のガンさんすよ。向こうの後ろつくとこっちは4が上がっちゃうから外すよ。バトルは4ラップ目に突入。残り4周。エンジンのパワーダウンも全然感じないです。やば、耐久王のマシンが負けるわけにいかない。あーでも134度、あと1度しかないよ。他のブレーキとか、操縦性、タイヤも含めてね、まだ全く問題ない、完璧なんだけど、問題はこれだけ135度。早めのシフトアップ。ちょっと上がりましたね。気温もですね、125度に。中谷ランサーがファステストラップを更新。 NSX との差を詰める。影に入ると途端にね、水温が上がるけど、外すと下がるね。おと、100R 全開で行ってたランサーが、この週になってアクセルを戻している。押した。静かに静かに静かに。いいわ、エンジン音じゃなくて荷重変動ね。ガンさん、コーナーでは全然離されてないでしょ。だからみんながこの車を買った時に、じゃあこの速度でこの領域で走れるかっていうと、そんな馬鹿ないんだよ世の中。これはね、土屋君だからこういう運転ができるんだよ。それは分かってほしいな。だから GSR で十分だと思う。競技に出ないんだったら GSR で十分だよ。すんごい車はしっかりしてるし、安定してるし、乗りやすい。トップ3台は大きなトラブルもなく、まもなく5ラップ目に突入。いい感じ、とってもいい感じだよ。まあ分かってもらえると思うけどね、 NSX も RS も見えてるんだよね。この位置でちゃんとこれをキープできるってことはすごいことなんだよ。ストレートはやはり NSX。 再び差がわずかに開いたか。
そろ4駆だからフロントタイヤが垂れてきてるよね。重さもあってちょっとずつ離れちゃってるな。こっちの方がタイヤ楽なんだろうね。あれ、前の週よりもアクセルを戻す量がさらに多くなっている。その理由を同じ症状の土屋さんが解説します。どうぞ。フロントタイヤがちょっと垂れてきたね。絶対的な速さでは及ばないが、ポルシェも安定したラップで周回。 100R の走りも序盤と全く変わっていない。さすがポルシェ。初期が甘い。ねえコボちゃん、 100R でまたアンダー出てますよ。ああ ABS が効いちゃってちょっと曲がりにくくなっちゃいますね。トップはすでに最終コーナー。ちょっと気温が上がり始めたぞ。とは言っても120度、まだまだいけますよ。長屋さん、早めにシフトしよう。間もなく6ラップ目、中屋ランサーが再び差を詰めてきた。熱だれしてきたな。コントロールタワーで6400、それは分かりませんけどね。初代耐久王のインテアール、油温で大苦戦。あー超えちゃう、シフトアップ早く。ごめん、やっぱ130度超えちゃいそうだよ。シフトアップを早めました。そうするとこの坂が登ってきません。メーターパネル上の水温がですね、半分より2目盛りぐらい上がりましたね。中谷ランサー、ここに来てタイムを上げてきた。残るは2周。しかしエボ5、やっぱりフロントタイヤが辛そう。対するミドシップの NSX はフロントタイヤは問題ないけど、リアタイヤの内圧はもうとっくに上がりきっているはず。それでもオーバーステアは見せない。さすがガンさん。ランサー遅くなってきたぞ。最後尾のカツラシビック R、 今ストレートを通過。ストレートは6500まで回ってます。フルブレーキングしながら打角を入れていくっていう FF にとっては重要な操縦方法ので、ABS が効いちゃって曲がらなくなるっていうところがちょっと問題ですね。RR なんですけど、特にリアタイヤだけはすごく垂れるっていう感じじゃなくて、4本のタイヤをすごくうまく使えて、いい感じで走ります。トップは NSX。 おっと、土屋ランサーが離れてきたか。熱だれはしてきてるけどね、ブレーキもちょっと沈み気味にはなってきてるけど、その怖いっていう不安感はない。タイヤがかなり垂れててね、ちょっとフロントタイヤが苦しいかなっていうのはある。それやっぱこう曲がっていくときにね、アンダー出しながら曲がっていく、まあ、最初のうちっていうのはそこまでは来てないからね。ラスト1周、
このまま6台は無事にゴールできるのか。でもブレーキなんか完璧だよ。予選アタックと変わんないぐらい効いてるもんね。まだこの辺が耐久王ならではの、ディフェンディングチャンピオンならではの、まあ、凄みだね。しかしそのインテアールに警告が出た。ラスト1周のタイムによってはリタイアだ。なんとここに来て NSX が再びタイムを上げた。重さだな、重さによるアンダーだな、これは。インタークーラーのウォータースプレーに手が伸びた。エンジンも垂れてきたが、ヘアピンでの打角もやや大きくなってきた。なんかあれでタイム落ちないのかよ。じゃあ NSX さんがもとっとしてんだな。ランさん、全然問題ないっすよ、 NSX は。そう、 NSX は油温水温とも安定してますからね。最終コーナーを NSX が立ち上がる。ランエボ届かず。底力を見せつけてそのまま NSX トップでゴール。急遽エントリーした GSR も大健闘だ。インテアールも基準タイムをクリアし、なんとか完走。でもまあなんだかんだ言っても NSX の速さと安定性、いやもうやっぱり安定してるよ、うん、疑う余地がなしと、うん、RX7 予選は通ったけれども決勝が強制リタイア撤去。みんなあれ一瞬で4音いっちゃった。油温と水温が上がりまして、いきなりパワーダウンだ。あれちょっと話です。で前回の王者インテアールはやっぱりコンスタント、タイムコンスタントだもん。その油温だけで、あとブレーキとか、まあ、タイヤ若干もちろん垂れますけど全然問題ない。油温もあれ響くの気にしなきゃ大丈夫だろ。気にしなきゃ大丈夫です。やっぱ、ね、性能落ちてこないだろ。いや落ちてないでしょ。油温の上がり方もね、2度ずつぐらいかな、上がっていくのが。あのガス欠でガスが偏りでエンジン壊れちゃいましたけど、今回あの対策してあって、いや気使ってたの分かるけど、でも追いつかなかった。追いつかなかった。ポルシェはどうだった？ポルシェも一人旅だったんでね。やっぱランサー NSX にちょっとラップタイムついていけなかったんだけど、あのずーっと安定してました。じゃあガンさん、タイヤいってみましょう。タイヤどのくらいいたんですか？こっちは俺はね、あの中屋を見ながらできるだけタイヤ痛めないように綺麗に走ったら多分痛くなると思うんだ。 NSX フロントは大丈夫なんだ、ね、お客さん、お客さん、リアはですね、高い車は買ってもタイヤ代にちょっとかかるかなと。今まで従来の4駆っていうのはもうボロボロで、こういうバトルをやっただけで筑波5ラップで終わってたのが、富士の7ラップを、まあこんなもんでいけると。それならまだウエットだね、うちへ帰れます。だからタイヤっていうよりね、これシャッターするならもっとキャンバーつけないと、タイツキャンバー無事になっちゃってるんで、ショルダーだけ受けちゃったら。そうですね。まあでもこれだと何ともないですよ、まだあと 2,3 回走行会できます。で雨の日も走れます。リアタイヤはもう綺麗なもんですよ。綺麗にちゃんと摩耗してます。これ全然問題ない。さあ、私が乗って百何十キロ重い、GSR、 あれよりちょっと来てるかなって。あ、でもそうですね。まあでも重い割には丁寧に乗ってますね、このドライバーは。今もドライバー関係ない、全然関係ない。このまま売れるじゃん。このタイヤいいね。あ、これは何ともないわ。これは何ともない。もう走っててね、もうこういうとこがちゃんとぴったりの目にひっついてるって感じが伝わってくるんですよね、さあ。これも綺麗ですよ。200馬力 FF なのに。あ、このドライバーを攻めてなかったんだな。あ、違う違う、乗り方が上手いって言ってくださいよ。乗り方も上手いし、やっぱり車もいいと、こういう守りアンダー出してないですよね。アンダー出してない、で、コポちゃんのシビックR。どうしたの？これはひどいですね。ドアンダーってやつですね、これね。なんかドアンダーで走ってますけど、ちょっとあの個人の弁を。取り替えで、お取り替えですね。これは F は、この手じゃないんだけどね。
まあ車が悪いのかタイヤが悪いのか運転手が悪いのか、それは皆さんにお任せしたいと思います。あのね、ラップタイムを落とさないようにするには 100R のアンダーちょっと我慢でもね踏んでいくしかないんですよ。そこでちょっと戻しちゃうとね、すごい回転の落ち込みが激しい。さあ耐久王は。というわけで今バトル終わってきましたけども、まあバトルの順位はこういう結果で、はい、来ました。で、一応ポイントをつけてますけども、これ F1 と同じポイントですよね。ということで、1位 NSX10 点、から2位ランサー RS6 点、4点と、はい、これはランサーは一緒に合計するっていうわけじゃないですね。そうですね、はい、で次バトル中のベストラップランキング、1番が1分51秒05で、レボリューション5、で10点と。で NSX はなんでこれベストラップ出なかったんですか。早かったですね。いや、後ろ見ながら走ってたから合わせたんだ。あ、なるほどね、こういうポイント、このベストラップでもポイントがありますよって説明も受けてなかったから、それはまあとりあえずバトルだから勝てばいいと。あ、なるほどね、それしか考えてなかった。甘いんですよ、全力を出し切らないと。今回のバトルはきついんですね。ということでですね、ここがすごくポイントなんですが、はい、バトル中のラップタイム差ランキング、これはベストタイムと一番遅かったタイムの差がね、小さければ小さいほど安定して走れているということで、でやはりシビックタイプ R はすごいですね、0秒36しかない、ほとんど下手な人の計測誤差ぐらいのね範囲内で7周全部走っちゃったと。ポルシェが約1秒、でインテアールが 1.39 秒、これはインテアール、はい、金ちゃん、はい、1.39 秒も押しちゃいけないですね、インテアール。そうなんですよね、前回の大企業でな、一周だけちょっとペースを落とさせてもらおうかなと思う、それで油温を一気に下げて頭から上げたと。でいよいよ、はい、耐久バトルの、総合ランキング、ランエボ5の RS、28ポイントで、今回は、優勝と、はい、1番ということになりました。で NSX タイプ S0、 これが24ポイント、排気量の小さなシビックタイプ R はやはり安定性を強調して、22ポイントで3位につけてると。ですからこの耐久王総合ランキングはですね、カテゴリーの下の車でも総合優勝になれる可能性があるということで、決して速いだけでいいというわけじゃないんで、でもここまではねやっぱり大したもんだ、みんなすごいですね、ちなみにインテアールは昨年前回の耐久王ですから、その車をね、こういうポイント的に超える車がそれだけ出てきたということで、まあ残念ながらね、フェラーリの F355 はちょっとブレーキがどうしちゃったの、石になっちゃったんですよ。まあフェラーリは前回な、そうですね、前回かなり速かったんで、あれはまあ走ってたらここのどの辺に来るのかなっていうのをちょっと興味あるところですね。当然トップですよね。今回はというわけでエボリューション5、RS が総合ランキング1位になりました。なんかカーオブザイヤーみたいだねこれガンさんいかがですか、ランサーは。だから前回持たなかったから今回も心配したんだけど、まあね、ちゃんとメーカーも対処してっていう、やっぱあれだけ王者だったら GTR がねここに出てきてないっていうところがすごいと思うんですよ、で今度 R34 の GTR とかね、例えば出てきたらどんな走りをしてくれるのかね、またこれで試してみたいですね。はい、